どうも皆さんこんにちは、キンタンです。今回はオブリビオンの実況について、お話をしていきたいと思います。まあね、オブリビオンの実況の第6話からやってきた人もいると思うんですけれども、しばらく実況が止まっております。で、その理由としては、当時ですね、継続が不可能になってちょっとデータもなくなっちゃったっていう、そういうことなんですけれども、でその理由というのが、プレイステーションナウのね、支払いの改定があったんですよ。今までやったらチケットとかで買えたんですけど、クレジットカードでしか買えないっていう状況になりまして、まあ年齢制限っていう形でなんですけれども、僕当時クレジットカード持ってなくて、それでちょっと断念したんですよね。持つつもりもなかったし。ただ、最近やっと持ち始めまして、なんとかね、オブリビオンどうしても続きやりたかったんで、そういう形で、続ける目処が立ちました。ただ、今ね、6話の続きからやっても、だいぶ今更感がすごいので、よりグレードアップした状態で1から始めようと思います。で、次からはね、途中で止まることがないよう、注意しながら、クリアまでしっかりやっていきたいと思います。やっと始まりますね、オブリビオンね。だいぶお待たせしましたね。うちのアンケートでも結構ね、上位というか、オブリビオンやってほしいっていうのが多かったので、まあ、これはもう絶対やろうっていうことでやろうと思うんですけれども、動画の内容としましては、まあ、好きなように物語を進めて、最終的にメインクエストのクリアを目指すっていう形です。で、その間にいろいろ寄り道しつつ、できるだけね、世界観をこうたっぷり楽しんだ上でメインストーリーをクリアして終わりですっていう感じでいこうと思ってます。で、あともう一つは、まあ、この、まあ、テスってよく呼ばれるんですけど、まあ、このザ・エルダ・スクロールズのこの世界観ですね、を、まあ、知ってほしいっていうのもあって、まあ、この後スカイリムとかにも続いていくかもしれないんで、その世界観を知る上で重要な部分は随時解説を入れていきます。これ最初のね、オブリビオンの実況でも同じですね。感じです。